Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School, soy Richie. Las frases y palabras útiles de hoy son Gomen y Sumimasen, などの謝罪の表現です。日本語で謝罪の言葉というのはいろいろなものがあると思いますし、その言葉がまた違うシチュエーションで使われたりしますよね。で、それはスペイン語でも似たようなことが起きます。具体的には例えば、すみませんが失礼しますって意味に近かったり、あとはスペイン語では謝罪の表現が同情する言葉にもなったりします。なので今回の表現を覚えることで、語彙力だけではなくて、スペイン語を使う幅が広がります。ただその代わりに複数教えるのでご了承ください。もちろん細かいニュアンスなども説明していきますので、早速見ていきましょう。まずは、申し訳ないですの意味の言葉です。実は、この後紹介する複数のフレーズも、すごく自然ではあるんですが、謝罪の意味だけを見れば、最初にここで紹介するのは、一番丁寧で、かつカジュアルやフォーマルは考えなくていいものなので、これはぜひ覚えてほしいです。それが、lo siento。lo siento。意味は当然、申し訳ないですになります。が、プラスでこのフレーズは残念ですという風にも訳せて、同情している感情も伝えることができるんですね。なので、参考程度にですが、スペイン語ではこれはお悔やみの言葉としても使われるんです。まあ実際は葬儀であったりでは別のフレーズにこれを足して使われるので注意してほしいんですが、そういう意味でもこのフレーズはごめんや申し訳ないですなどの謝罪の言葉だけではなくて、あなたの気持ちが理解できますと伝えている表現なんですね。で、お悔やみの言葉でなければ、近くの人に不運なことが起きてしまった場合に寄り添ってこれだけ使ってあげてください。ということで、覚えてほしいんですが、今回はこのフレーズを含む、この動画で紹介するすべてのフレーズに次のものが足せます。それが、de verdad。de verdad。これの意味は、本当にです。で、lo siento の2つの意味に使います。要するに、本当に申し訳ない、いや、本当にごめんって謝罪の意味と、本当に残念です。など、同情している気持ちをさらに強く伝えることができます。ぜひ覚えておいてください。ただ他にも付け足せる言葉などもあるので、さらに深く学びたい人は、この動画の記事のリンクを概要欄などに貼っておきますので、ぜひ見ておいてください。では、次行きましょう。今度は、すみませんにあたるものです。要するに、ここで紹介するのは、謝罪の言葉ですみませんでもあるんですが、さらに道を開けてほしい時などの、失礼しますって意味でも訳せるものです。ただここでは、カジュアルとフォーマルで分かれるので注意が必要なんですが、これがややこしいと思う人は、この項目の後に紹介するものを検討してみてください。でもとりあえず紹介します。まずカジュアルが、disculpa。disculpa。これをフォーマルでは、disculpe。disculpe。あとへの違いなんですね。で、さらに、これに実は二文字足してニュアンスを許してくださいにすることもできるんです。ではまず、カジュアルの方では、disculpame。フォーマルの方では、disculpeme。他の動画のフレーズでも起きたことなんですが、ここでは、めってこう足して、これが私をを強調させるんですね。それでニュアンスが、許してくださいなんです。あ、で、もちろんこれにも、本当にって意味のデベルダも足せることを忘れないでください。ちなみになぜ下の2つにはアクセントマークがついているかというと、強く発音する箇所が上のものと変わらないようにするためなんですが、アクセントルールを説明している動画がありますので、詳しくはそちらで見てみてください。で、覚えることが多い感じですが、カジュアルだけ覚えるのもありだと思います。ただ、この4つを把握できたら、この変化のまま、バリエーションをつけることができるのが次のフレーズ。というか、次のフレーズの方が簡単でよく使われるので僕はおすすめします。それが、今度もすみません。ですが、バージョン2です。実は、先ほどのフレーズがベースになるので、また持ってきちゃいましょう。すると、こうですよね。ここからよく聞いてください。この4つのフレーズのディスクルプの部分を、ペルドンに変えましょう。すると、こうなるんです。しかも意味が先ほどと同じなので、覚えてしまえばバリエーションがつけられて、さらに語彙力がアップするんです。が、さっき僕はこの項目で見るフレーズの方が簡単でおすすめすると言ったんですが、なぜかというと、実はこの今見てる表記でも合ってるは合ってるんですが、実際は謝罪のすみませんと失礼しますにあたるフレーズに関しては、ちょうど変化させた句である、ペルドン、ペルドン。これだけがカジュアルでもフォーマルでも使われるのが自然なんです。なので、すみませんと失礼しますであれば、これだけ覚えればいいんですが、なら最初からこれだけ教えろって感じですよね。申し訳ないです。ただその過程で他のフレーズも多分学ぶことができたと思うので、最初は今見てるこの3つだけ覚えていけるかなと思えば、前のすみませんも取り入れてみてください。あ、で当然これにも本当にって意味のデベルダが足せますので、そこでまたフレーズを工夫できますね。では最後に簡単にまとめましょう。ではまず、
基本的に申し訳ないですの意味になるフレーズ。それが、lo siento、lo siento。これは今言ったように申し訳ないですって意味がありますが、それにプラスで残念ですとも訳せて、相手に不運なことが起きた場合に同情していることや自分も悲しんでいると伝えられます。ちなみにこれを含め今回のすべてのフレーズの後に本当にって意味になる de verdad が付け足せますので覚えておきましょう。では次なんですが、ここでは基本的にすみませんになるフレーズを紹介しました。ただここはカジュアルとフォーマルで分かれるんですね。まずカジュアルが disculpa、それとフォーマルだと disculpe。 これはすみませんである謝罪の意味と、あとは失礼しますとしても使えるので覚えておきましょう。さらにこれらにはめってくを足して disculpame と disculpeme、 これで許してくださいってニュアンスに変えることもできます。そしてそして最後にですが、ここでもすみませんって意味になって、前のものと使い勝手が同じであるフレーズを教えました。なのでここは一気に表示させます。それでこうなるんですね。この線の箇所が変わったんですが、実はここで表示しているものはすみませんと失礼しますに関してであれば、perdonとだけ言えばカジュアル、フォーマルと分けずに幅広く使えるので覚えておいてください。ではまとめもここまでです。今回は de verdad を付け足せばなお良いと言いましたが、この動画の記事では他に追加できるものも載せてるので、さらにこのテーマを深掘りたい人は概要欄からそちらも見てみてください。では今回の動画は以上です。ためになったと思ってくれれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。Hasta luego!